皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回はですね、理学ボディ店長の篠崎さんに、肩麻痺の方で麻痺速に全然荷重が乗らない人の立ち上がり動作、どうやって良くしていくかっていうのを解説していただきたいと思います。篠崎さんですね、理学ボディの今店長さんやられてるんですけど、その前がですね、中枢神経の患者さんたくさん見られてる回復期のリハビリテーション病院で勤務されてましたので、そんな篠崎さんに、麻痺速でやっぱ立ち上がりの時全然麻痺速に荷重が乗らない患者さんって結構いらっしゃいますよね。そういう感じでやっぱ皆さん臨床で困る動きの一つかなと思いますので、そういう患者さんがいらっしゃったら、まずこういうのを見てこういう治療とかやってみるといいですよっていうことを今日は解説していただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。これから、課題思考型アプローチって言って、私が臨床で、ちょっと意識していたことをこれから解説したいなと思います。ではまずですね、立ち上がり、ちょっとまずは患者さんがどんな感じで立ってるのかなってところを見たいので、まずじゃあ一回立っていただいてよろしいですかね。はい、せーの、OK です。ありがとうございます。ゆっくり座ります。こんな形で、やっぱこう、麻痺速に体重が乗らなくて、やっぱこう、どうしても患者さん自身も怖かったりするので、やっぱこっちの使える足の腱側の方でどうしても立ちがちかなっていうのは、やっぱこう、臨床としても多く見られる場面になるので、私とかだと、まずは環境設定っていうのは結構大事になってるので、そこを結構見るようにしてます。なので今の時点だとこの右足が結構前に出てるので、そうするともう立つ瞬間からもう体重ってこっちにしか乗りづらい、やっぱ手前にある方が体重って乗りやすいので、まずこちらをご自身で戻せるときはご自身で戻してもらう、でもできないのであればやっぱ補助は最初は必要なので補助で戻したいっていうのは結構まずはやることですかね。まず環境を多分一個ずつ変えていった方が、ここはできるけどできないっていうのは結構前後評価が結構しやすいので、連続でバーってやるよりは一個ずつやった方が最初は見やすいのかなと思いますので、じゃあこの状態でまず立っていただきますって感じですかね。よし、じゃあもう一回いきます。せーの、そうすると先ほどよりはやっぱり、ごめんなさい、ゆっくり座っていただいてでこんな感じで足引くだけでも、少しこう体重が乗りやすくなる、環境を変えれば本人が意識しなくても体重がちょっと乗りやすい環境になるので、そこを整えてあげるだけでもちょっと違う。例えばご自身で立ってくださいって言われても、自分の足自体がもう感覚がなかったりとか、自分で動かせないのに動かしてくださいって酷じゃないですか。環境を変えてあげるだけでもこれ体重乗ってきたりとか、そうするとこっちの足がやっぱこうだんだん使えるように鍛えられたりするので、そこはちょっと大事にしてるなってことですね。あとは今こう足のところだけ今注目しましたけど、やっぱ立ち方だと今度は手すり結構使ってるなとか、体幹ってやっぱちょっとこう後ろからこう立つ時って体重が後ろに残りやすいので、なのでそこだとやっぱ立ちづらいので、今度少しお尻前に出してあげましょうとか、体幹もちょっと起こしてあげるとやっぱ体重って前に乗りやすいので、まずこう体を起こしてあげて、ここからちょっと立ちましょうっていうと体重移動の幅がやっぱ狭くなるので、その上でまた立ってもらうというのはやりますね。じゃあこれでまた立ちます。せーの、最初は本当に入院初期とかの患者さんですと、やっぱ恐怖感っていうのはもう本当にこっち急に使えなくなったっていう感覚になってるので、どうしてもやっぱ怖いので手とかこっちで立ってもらうことが多いんですけども、やっぱ活動量を増やすってところも結構大事になってくるので、最初はもうこれでも OK ってする方もいます。それはちょっと人によってなんですけど、これでもうご本人が怖くなければ最初は成功体験を積むじゃないですけど、意外と立てるんだな、手すり使えばまず立てるんだなっていうのを結構見るってところも少し大事なところではあるので、姿勢ってところも大事ですけども、そこを見据えた上で立たせるってところも視点としては結構大事かなっていうふうに感じてますね。これが私が臨床でやっていた課題思考型アプローチってところを解説しましたので、もしよろしければこれを参考にしていただくと、また一つ視野が広がるかなと思いますので、参考にしていただければと思います。今回、篠崎さんに、立ち上がりの、課題思考型アプローチについて紹介させていただきました。何か分からないこととか、リクエスト等ありましたら、コメント欄の方まで、よろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。僕、ツイッターもやってますので、ぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今、うちの会社でメインでやってる授業が、整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方は、これから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。
具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。